ジゼル・フロイントは、ドイツに生まれ、主に、フランスで活躍した、写真家。ヒトラー内閣が成立した1933年に、フランスに亡命し、作家が多数集まる、本の友の家書店を経営していたアドリエン・ル・モニエと出会い、アンドレ・マルロー、ジェームズ・ジョイス、バージニア・ウルフなど、作家の肖像写真を2、3年の間に、約80枚撮影した。 特にカラーの肖像写真においては先駆的であった。第二次世界大戦が勃発し、ナチスドイツがフランスを占領するとアルゼンチンに亡命。大戦後も南米各地で報道写真家として活躍するほか、特にフリーダ・カーロ、エヴァ・ペロンの写真を多く残した。マグナム・フォト発の女性写真家である。さらに、ソルボンヌ大学に提出した博士論文は、 写真史をテーマにした最初の学位論文であり、1974年発表の著書写真と社会により写真史家として名を残すことになった。ジゼル・フロイントは1908年12月19日、ベルリン・シェーネベルクの裕福なユダヤ人家庭にギーゼラ・フロイントとして生まれた。実業家の父ユリウス・フロイントは美術品収集家で出張の際には ギーゼラを連れて美術館、画廊巡りをした。だが、両親が希望したのは、両妻剣母教育であり、ギーゼラはズボンを履いて、アビトゥーア受験に行くなど、保守的な両親に反抗した。とはいえ、母方の祖,祖父はスカート風の7分上ズボンを製作、販売して、財を成した実業家であった。フロイントは、すでに12歳の時に父に最初のカメラを与えられ、 写真に興味を示すとさらに新しいカメラを与えられ、1929年にアビトゥアに合格した時にはライカを贈られた。この贈り物が後に写真家としての出発点となる。フロイントは両親の教育方針には従わず、フライブルクで社会学者カールマンハイムに支持し、フランクフルト大学に入学。社会研究所でカールマンハイムの研究助手を務めていた。 ノルベルト・エリアスに支持し、テオドール・アドルノラと共に、社会学と美術史を専攻した。いつもカメラを持っているフロイントに、映像の問題に取り組んでみるよう進めたのは、恩師・エリアスであった。フロイントは、写真史に関する調査を始め、後に、ソルボンヌ大学に提出することになる、博士論文を準備し始めた。とはいえ、当初から社会学者になるつもりはなくジャーナリストを、 目指していたフロイントは、社会問題に対する関心から、フランクフルト社会主義青年同盟に参加した。またこの頃、ベルリンのロマーニッシェスカフェで、バルター・ベンヤミニや、ベルトロトブレヒトに出会った。一方、社会研究所は繰り返しなちの攻撃の的にされ、1932年5月1日に、フランクフルトで、反ファシズムの学生のデモがあった。 フロイントはこのデモを取材し、ライカで学生たちの表情を捉えた。これが彼女の最初のルポルタージュであった。こうした活動から1933年1月30日にヒトラー内閣が成立し、高等教育機関もナチ化されると自由主義を唱える多くの大学教員が追放された。ベンヤミンは3月にフランス亡命し、フロイントも5月30日に亡命。 パリに今日定めた。ベンヤミンとの交友、フロインとは、フランス国立図書館に通って、博士論文の執筆を続けた。テーマはフランスにおける写真誌に絞られた。ベンヤミンもまた、フランス国立図書館で、ボードレール、玩ング、絵はがきなど後に、パサージ論の、パリ、19世紀の首都に収められることになるパリの文化の所属面に関する総合や、 複製技術時代の芸術を書いていた。二人は図書館で毎日のように会い、文学、政治、写真、哲学について議論を交わした。ベンヤミンはアンドレジットやマルセル・プルーストをドイツ語に訳していたが、フロインとは生活費、学費を稼ぐ手段がなかったため、ライカで写真を撮り始めた。ドイツの両親は裕福ではあっても、ナチス統治下では、 海外送金が禁じられていたため、経済的支援を受けることができなかったからである。1935年に投影し、世界恐慌の影響を目の当たりにしたフロイントは、イングランド北東部の失業者の生活をカメラに収め、翌1936年に創刊された、ライフ氏に掲載する機会を得た。マルローとの出会いさらに、パリでアンドレ・マルローに出会ったことが、大きな転機となった。 彼はフロイントに実著の表紙に掲載する写真の撮影を依頼した。自宅のテラスでタバコを加えて風に吹かれるマルローの姿を撮った写真はフロイントの最初の肖像写真であり、しかもマルローの肖像写真としてこの後雑誌などにしばしば掲載されることになった。1996年にマルローの没後20年を記念して、 郵政公社が発行した切手にも採用された。なお、この時は、禁煙を推奨する政府の要請で、マルローが加えたタバコがカットされ、修正が施されたため、一層注目を浴びることになった。同じくマルローからの依頼で、第一回文化用語国際作家会議を取材した。1935年6月21日から25日まで、パリで開催され、 世界38カ国から320人の参加を得た。この会議は、ファシズムから文化を守ることが目的であり、発起人のマルロー、事務局を務めたルイアラゴンのほか、フランスからは、アンドレジット、アンリ・バルビウス、ソ連からは、イリア・エレンブルグ、イサーク・バーベリ、ドイツからは、ハインリヒマン、ベルトルト・ブレヒト、アンナ・ゼーガース、オーストリアから、ローベルト・ムージル、英国からオレダス・ハクスリー、 EM4 スターらが参加した。フロイントがこの時に撮った作家の写真は、同会議の唯一の写真資料であり、フロイントはこれを機に、作家の肖像写真を撮ることに関心を持つようになった。モニエの支援作家の肖像写真1935年にロックオデオン通りで、本の友の家書店を経営していたアドリエンヌ・モニエに、出会い、モニエの書店の斜め向かいで、 シェイクスピアカンパニー書店を経営していたアメリカ人のシルビアビーチとも親しくなった。図書館、画廊を兼ね、新しい文学を紹介する講演会や朗読会が行われていたモニエの書店にはフランスだけでなくビーチの書店を拠点とするアメリカ、イギリス、アイルランドの作家が多数訪れ、戦艦期の文学運動の拠点の一つであった。 もともと文学に関心が深かったフロイントは、すでに彼らの作品を読んでおり、作家と話をしたい、もっと作家について知りたいという個人的な関心があった。撮影は作家が最もくつろげる場所として、常に作家の自宅で行った。自宅を訪れ、文学について議論を交わし、相手が今日に乗って議論に熱中した時に見えてくる素顔を写し取った。作家は、 写真を撮りたいというよりむしろ相手のことを知りたいという、フロイントの真摯な気持ちに打たれて心を開き、素顔を見せたのである。実際、彼女は文学を愛していたし、関心のある作家や作品を理解している作家だけを被写体にしたと語っており、だからこそ作家の傍画の瞬間と、その瞬間に見せる内面、作家自身すら気づいていない特徴を捉えることができたのである。 クロイントは特にカラーの肖像写真の先駆者として知られる。早くも1938年に当時開発されたばかりのカラー写真フィルム、アグファカラーやコダクロームを使って写真を撮り始めた。1940年にパリを去るまでに撮影した写真は1700枚。その大半が肖像写真で、うち80枚が作家の肖像写真であるが、カラー写真フィルムは 当時まだ高価であり、フランスの雑誌や新聞ではカラー印刷ができなかったためにスライドを制作し、1939年にモニエの書店でスライド上映会を行った。後にモニエが人々の表情が織り成す世界への旅と呼ぶことになる。この上映会には被写体となった作家も多数参加した。パリではマルロをはじめとする。 1> 第1回文化用語国際作家会議に参加した、作家のほか、ジョージ・バーナード賞、T.S. エリオット、ウラジミール・ナボコフ、アンディ・ミショー、ミシェル・レリス、マルグリット・ユル・スナール、ジャン・コクトーエルザ・トリオレ、フランソワ・モーリアック、ジャン・ポール・サルトル、シモー・ヌ・ド・ボー,ヴー・ボワール、サミュエル・ベケット、ポール・バレリー、ステファン・ツバイク、ボリス・パステル・ナーク、アンドレ・ブルトン、 トリスタン・ツァララの写真を撮った。また、モニエの紹介で1939年に二度と映し、バージニア・ウルフとジェームズ・ジョイスの写真を撮った。いずれもカラー写真である。特にバージニア・ウルフの写真は、フロイントの代表作であり、1984年に、ロバート・メープル・ソープが撮影したフロイントの肖像写真にもウルフの写真が写っている。一方、ジョイスの肖像写真は、 フィネガンズウェークが発表された1939年のタイム誌の表紙を飾った。この他、フロイントの肖像写真は英国のウィークリー・イラストレーティッド誌、ピクチャー・ポスト誌、フランスのパリマッチ誌、ビュー誌、ドイツのリュー誌などに掲載された。博士論文、19世紀フランスにおける写真、博士論文は1936年に完成し、 ソルボンヌ大学に提出した。モニエは、フロインとのフランス語での執筆に協力し、提出後に、本の友の家書店から刊行した。19世紀フランスにおける写真と題された、この論文は、2011年に現代出版資料、研究所の編纂により再刊された。本論文は、かつてブルジョア階級のものであった、肖像写真が、 複製技術の発展によって大衆化した過程を後付けるものであり、学位論文で写真誌を論じたのは初めてのことであった。この論文ではまた、肖像写真の普及に貢献した写真家として彼女が尊敬するナダールについて論じている。フロイントによると、肖像写真がブルジョワ階級の特権であった時代には美しく見せるための修正技術が発展したが、 中性を施すことなく、人間の内面に秘められた知性を映し取ろうとしたのがナダールである。一方、ナダールは人物を浮き上がらせるために背景を削除。したが、フロインとは逆に、人物の特徴を際立たせるために、自宅という個性的な空間を選んだ。博士論文を提出、出版した1936年、フロインとは、フランス国籍を取得した。 第二次世界大戦が勃発し、1940年にナチスドイツがフランスを占領すると、フロイントは再び亡命を余儀なくされた。モニエは多くのユダヤ人の亡命を助けたことでも知られるが、ベンヤミンがニエーブル県ヌウェール近郊のベルネシュ収容所から解放され、フロイントがロット県に逃れることができたのも、モニエの尽力によるものであった。ベンヤミンはこのアトリルド、 ついでマルセイユに逃れ、スペイン経由で亡命を企てたが、健康状態も含めて絶望的な状況の中、ポルトボーで自殺した。ロット県に着いたフロイントは、再びアンドレ・マルローとアルゼンチンの作家で文芸雑誌、南を主催していたビクトリア・オカンポの支援により、1941年にアルゼンチンに亡命し、ブエノスアイレスのオカンポのもとに身を寄せた。 アルゼンチンではすでに1939年にフランスから亡命していたロジカイオワが赤十字社のフランス戦争犠牲者支援委員会のための活動をしていた。彼は自作のほか、ジュール・シュペルビエル、ビクトル・ユーゴー、サンジョン・ペルス、アンドレ・ブルトンの作品をオカンポの南市に掲載し収益を支援委員会に寄付した。フロイントもまた、 フランスのための資金調達に奔走し、事前活動ではない、フランスとの団結だとして、フランス人作家との団結を結成。オカンポが代表に就任した。支援委員会は、ホルヘルイス・ボルヘス、アドルフォ・ビオイカサーレス、マヌエル・ムヒカライネスなど多くの作家から支援を得た。フロイントは彼らの肖像写真を撮り、これまでの作品も含めて、競売にかけ、収益を委員会に寄付した。 パリ解放後に郵便が再開され、モニエと連絡を取ることができるようになると、フランス人作家と委員会の中介役となり、委員会が集めた資金で、数トンの食料品や衣料品、タイプライターのリボンを購入し、マルローを介して、フランスに送った。マグナムホと再び、中南米での活動をアルゼンチンではさらに、シャルルド・ゴールの自由フランス政府の情報省からの依頼で、 南米情勢について取材し、1946年にパリに戻った後、南米芸術展を開催した。ついで人類博物館からの依頼で再び南米に向かい、パタゴニア、ティエラデルフエゴで、人々の暮らしや風景をカメラに収めた。1947年にロバート・キャパ、アンリカルティエブ・レッソン、ジョージ・ロジャー、デビット・シーモアによりマグナム・フォトが結成されると、 キャパにに誘われて会員になったマグナム発の女性写真家であった。マグナム専属の報道写真家として、米国、カナダ、中米、エクアドル、ペルー、ボリビア、ブラジル、アルゼンチン、メキシコで取材した。メキシコ滞在は2週間の予定であったが、ラテンアメリカに見せられ、さらにフリーダ・カーロとディエゴ・リベラに出会ったため、2年間に、 渡ってフリーダと彼女を取り巻く世界を写真に撮り続けることになった。この時の写真は2013年に現代出版資料、研究所とアルバン・ミシェルの共編でフリーダ・カーロ写真集として出版された。1950年にアルゼンチンのフアンペロン大統領夫人エヴァ・ペロンの日常生活をカメラに収め、ライフ氏に発表した。 被写体の素顔を捉えるのがフロイントの得意とするところであったが、大統領夫妻はこのような写真が気に入らず、これ見よがしで恥ずかしいと批判した。挙句はこのライフ氏がアルゼンチンで没収され、フロイントは出国を余儀なくされた。パリ定住後左からミシェル・トゥルニエ、ジャン・デューザイド、ミシェル・ドラボルド、ジゼル・フロイント、ヒクシャトウ・ドーガロウにて、 1981年パリに定住したのは1952年であった。1954年にキャパ自らによりマグナムから除名された。マッカーシズムが猛威を振るった1950年代に共産主義者の疑いをかけられ、米国入国が禁じられたからであり、キャパはこのようなフロイントの存在により、マグナムニューヨーク事務所の活動及び将来に影響を、 及ぼすと考えたためであるとされる。1968年にパリ市立近代美術館で最初の大規模なフロイント展が開催された。これによりフロイントの名は世界的に知られることになったが60歳になった彼女は以後執筆活動に専念した。1974年には写真史家として名を残す契機となった著書写真と社会を発表した。 博士論文、19世紀フランスにおける写真をさらに発展させ、ドイツやアメリカにおける写真報道やマスメディア雑誌、写真と政治や法律との関係、新しい動向としてのアマチュア写真までより広い視野で論じている。本書はドイツ語、オランダ語、日本語、英語に翻訳され、現在でも写真史を語るときにしばしば引用される重要な文献である。 1981年にフランソワ・ミッテランが大統領に就任すると彼自らの指名により大統領の公式写真を撮影した。フロイントはこれまでと同様に撮影の前にお孫さんの話をしたらそっと微笑んだという。1991年から92年にかけてポンピドゥセンター内国立近代美術館で大規模な解雇展が行われた。日本でも 2007年に国立新美術館で同美術館所蔵作品を紹介する違法人たちのパリ1900の2005点が開催された時にフロイントの代表的な肖像写真7点が展示された。1977年にドクメンタルを国参加し、同年フランス創造写真協会連盟の会長に就任した。また、フランス文化賞の 第3回国家写真大賞、ドイツ写真協会の文化功労賞、芸術文化勲章、レジオンドヌール勲章など多くの栄誉を得た。モンパルナス墓地のジゼルフロイントの墓フロイントは2000年3月30日に、パリにて91歳で死去し、モンパルナス墓地に埋葬された。残された白黒ネガフィルムとそのコンタクトプリント約1600点、白黒、カラーの焼き付け1200点、 スライド8200枚、焼き増し1000点、観光物用の焼き付け8000点の他資料については、遺産相続手続きが複雑であったため、2005年に、現代出版資料研究所に移され、目録が作成された後、ドイツに住むフロイントの親族の希望により、同研究所に寄贈された。現在、現代創造資料基金の一環として管理され、主な写真作品は、 国立近代美術館が所蔵し、資料はカルバドス県のアルデンの修道院のイメック図書館が所蔵している。現代出版資料研究所は2011年10月14日から2012年1月29日までピエール・ベルジェ・イブサン・ローラン財団が管理するパリ16区のイブサン・ローラン美術館で国境の目、パリ1933の1940年と 大するフロイント展を開催した。ほぼ同時の2011年10月12日から2012年2月5日まで3区のユダヤ芸術歴史博物館ではバルターベンヤミン資料展が開催された。フロイントは写真家及び写真史研究者として写真家の地位を向上させ、写真を造形芸術の一分野として確立することになったが、彼女自身は 写真が芸術だと思ったことはない。重要なのは写真であって、カメラの背後にいる写真家ではないと語っている。また、作家の肖像写真が革新的であったことから肖像写真家として知られることになったフロイントだが、彼女自身はむしろ報道写真家を目指していた。一方でまた、戦時中には従軍記者として活躍する機会もあったが、戦争の写真は撮らなかった。 これについては写真を通じて人間を理解することで殺し合いはなくなるだろうと思っていた。相手のことをよく理解していたら殺せるだろうか。でも間違っていた。ある日人間はそれでも殺し合うことを知ったと語っている。主な作品は国立近代美術館が所蔵している。これを制作都市順にたどることはフロイントの経歴を知る上でも また文化史の記録としても重要である。ありがとうございます。